戸沢やお絹の夫が帰ってから和服に着替えた慎太郎は浅川のおばや陽一と一緒に茶の間の長火鉢を囲んでいた襖の向こうからは相変わらず折つのうなり声が聞こえてきた彼ら3人は伝統の下に弾まない会話を続けながら ややもすると言い合わせたようにその声へ耳をかか傾けている彼ら自身を見いだすのだった「いけないねああ四十苦しくっちゃ」おばは火鉢を握ったままぼんやりどこかへ目を据えていた「戸田さんは大丈夫だ」って言ったの 陽一はおばには答えず,答えずに ECC を加えている兄の方へ声を言葉をかけた23日は間違いあるまいって言った怪しいなあ戸沢さんの言うことじゃ今度は慎太郎が返事せずにタバコの灰を火鉢へ落としていた しんちゃんさっきお前が帰ってきたときお母さんは何と言ったかいなんとも言いませんでしたでも笑ったね洋一は横から覗くように静かな兄の顔を眺めたうんそれよりも お母さんのそばへ行くとバカにいい匂いがするじゃありませんかおばあは答えを促すように微笑した目を陽一へ向けた。ありゃあさっきおきぬちゃんが持ってきた香水をまいたんだよ。陽ちゃん何とか言ったかねあの香水は。何ですか 床巻香水とかなんとか言うんでしょう。そこへお絹が襖の陰からそっと病人のような顔を出した。お父さんはいなくって店においでだよ。なんか用かえええ、お母さんがちょいと。洋一はお絹がそう言うと同時に。 早速長火鉢の前から立ち上がった。僕がそう言ってくる。彼が茶の間から出ていくと、こめかみに側溝紙を貼ったお絹は、両袖に胸を抱いたまま、忍び足にこちらへ入ってきた。そして陽一の立ったあとへ、うすら寒そうにちゃんと座った。どうだい やっぱり薬が通らなくってね。でも、今度の看護婦になってからは、歳をとっているだけでも気丈夫ですわ。熱は慎太郎は口を挟みながら、まず、まずそうに、煙草の煙を吐いた。今測ったら、七度二分。おきぬは、襟に顎をうずめたなり、 考え深そうに慎太郎を見た。戸沢さんがいた時よりまた一部下がったんだわね。三人はしばらく黙っていた。そのひっそりとした中に板の間を踏む音がしたと思うと陽一を先に健三がそわそわ店から帰ってきた。今 お前のうちから電話がかかったよ。後ほどどうかおかみさんにお電話を願いますって。賢三はおきぬにそう言ったぎりすぐに隣に入っていった。しょうがないわね。うちじゃ女中が2人いたってちっとも役には立たないんですよ。お絹はちょいと舌打ちをしながら。 朝川,川のおばと顔を合わせたこの説の女中はね私のところ何ぞも女中はいるだけ帰って世話が焼けるくらいなんだよ2人がこんな話をしている間に慎太郎は金口を加えながら寂しそうな陽一の相手をしているいた受験便強 受験準備はしているかいしている。だけど、今年は投げているんだ。また歌ばかり作っているんだろう。洋一は嫌な顔をして、自分も巻きタバコへ火を移した。